皆さんこんにちは。くんの膵臓を食べたいで活躍した清純派女優である浜辺美波さん。今回は浜辺美波が芸能界で干された本当の理由と、暴露されたパパ活相手の正体や、今田美桜と共演 NG となった裏側について紹介します。まずは浜辺美波の履歴とプロフィールから紹介します。浜辺美波は日本の女優。浜辺美波さんは男性関係の噂も少なく、清純派女優として人気を集めています。そんな浜辺美波さんにガーシー法でパパ活疑惑が浮上です。お相手が実業家の大富豪だという情報も。この記事では浜辺美波さんのパパ活疑惑の内容やその相手ガーシー法の信憑性等について調査していきます。2022年、世間を芸能人の暴露ネタで騒がせ一躍有名になった元参議院議員のガーシーこと東谷義和容疑者。ガーシー容疑者は複数の有名人を脅迫したとして、暴力行為等処罰法違反や名誉毀損などの疑いで逮捕状が出されています。2022年10月2日のガーシー法はなんと浜辺美波のパパ活についてでした。彼の暴露はどこまでが本当で嘘なのか真相は分かりませんが、ガーシー容疑者によって好感度を爆下げされた俳優や女優はたくさんいます。あのイケメンがそんな悪さをするのとか、そんなに女遊びが激しかったなんてショックすぎるといったような印象が180度変わってしまった有名人がいるのは事実です。そのガーシー法を浴びた女優の中に浜辺美波さんの名前が出てきました。浜辺美波さんのパパ活の内容がヤバすぎです。浜辺美波の17歳でパパ活疑惑は本当なの？ファン注意。パパ活の内容がヤバすぎる。佐藤ひな子と川口春奈もパパ活をしていた。浜辺美波さんが17歳の頃のパパ活疑惑は本当なのでしょうか？パパ活していたとされる2017年の17歳の頃は、映画くんの膵臓を食べたいが公開された年です。浜辺美波さんが暴露されたパパ活疑惑の内容を以下のようにまとめました。元タレント A と佐野日向子が実業家から紹介料としてお金300万を受け取り、当時17歳だった浜辺美波を紹介する。浜辺美波はその実業家と食事に行き、帰りにタクシー代と言って100万円を渡され、断りきれなかった浜辺美波はお金を受け取りからだの関係を持つ。その後再び実業家と複数回シンガポールで会い、そこでも体の関係を持ち、大金も受け取る。1回目のシンガポール旅行は一般人に目撃されてしまったため、2回目は警戒してずっとホテルで過ごしたそうです。紹介料の300万は元タレント A と佐野日向子さんが折半したのではという話です。謎が残りますが、どこか納得してしまいそうになる信憑性が高めな経緯ですよね。もしこの話が事実なら、浜辺美波さんはお金欲しさに密会を続けたのか、それとも実業家に好意を抱いて関係を持ったのか、気になるところではありますよね。浜辺美波さんのパパ活相手とされている実業家は川口春奈さんや紹介した佐野日向子さんとも関係を持っていたとされています。川口春奈さんについては食事に行ったとしか明かされていないので、体の関係があったのかは分かりません。ただ佐野日向子さんとは体の関係を持っていると暴露されていました。浜辺美波さんや川口春奈さんなどの複数の女性芸能人と高額のパパ活相手をしていたとなると、相手はやはりかなりの大富豪なのではないでしょうか。この暴露で気になるのは、浜辺美波さんのパパ活疑惑が事実かどうかというところもそうですが、その相手は誰なのかということではないでしょうか。一体どのような人物なのでしょうか。浜辺美波さんとそんな関係を持ったパパ活相手は実業家だといいます。実業家を調べてみると、根拠として挙がっているのはタクシー代で100万円をポンと渡せる財力、相手を何度もシンガポールに呼べるほどの財力。こんなことができるのは大会社の社長や資産家ぐらいしか思い浮かびません。浜辺美波さんが17歳の時のパパ活疑惑が本当なら、その実業家は未成年飲行で犯罪となり逮捕案件です。そんなリスクを背負いながらお金でことを済ませた、この気になる実業家等について、浜辺美波さんのパパ活相手として噂されるのが中国の大富豪王思想氏です。王思想氏は中国を代表する大手不動産開発会社
大連マンたち集団の会長である王健林氏の息子であり、父親は総資産が380億ドルとも言われる中国トップクラスの富豪です。その一人息子である王思聡氏は国民の夫とも呼ばれ、若くしてエンタメ業界への投資を積極的に行う実業家として知られています。王思聡氏については、金に頼るばかりで頭の中は空っぽと揶揄されることもあり、父親とは性格もスタンスも異なる人物との見方もあります。また彼は恋人選びでは身体を重視するといった発言や、カラオケで4300万円を使ったことなど過激な言動で物議を醸しつつも、多くのファンを持つ不思議な魅力の持ち主です。そんな彼の年収は推定で数千万元以上とされ、また父親からも500万から1000万元単位で資金援助を受けていると言われています。王思聡氏はまさにお金が尽きることのない生粋のお坊ちゃまであり、100万円のタクシー代をさっと支払うような金銭感覚が一般とはかけ離れた超富裕層です。2022年1月に清純派女優の浜辺美波さんと人気格闘家那須川天心さんが、格闘家朝倉未来さんの暴露によって交際が噂されるようになりました。決してパパ活相手ではなく彼氏です。朝倉未来さんと那須川天心さんの YouTube 動画の中で匂わせがありました。ジャーレーレーのドライブに行くか、ランボルギーに買って海の方行こうよって、レーレーに入る言葉が浜辺と流れが一致し、那須川天心さんの慌て具合もプラスされ、二人の交際が噂になりました。ただ実際二人でいるところをスクープされたことはないので真相はわかりません。交際疑惑と同時に2022年8月に破局したと日刊大衆は伝えています。その破局理由に前述したガーシー法を那須川天心さんが知ったからという理由もあるのかもしれません。エキサイトに掲載されていた若くして大女優となった浜辺美波にも資格があった。共演 NG にされた意外な名前とは1というタイトルの記事は長いので要約します。前半はデビュー1からの軌跡みたいな感じの浜辺美波さんに関する紹介です。そして中盤には女優の道を順風満帆に歩いてきたわけではなく障害もあったみたいな感じで紹介しています。とにかく浜辺美波さんは清純派でクリーチンなイメージ時が強いという世間の評判ですが、実は負けん気が強く、かなり気の強いところもあるそうです。また一番ライバル視しているのは今田美桜さんだということも書いてあります。そして実際に誰かの発言が紹介されています。浜辺さんの貫と威圧感は女優としても一人の女性としてもものすごいものがある。現場で一緒になったことがありますけど、すごく気の強い女性、そういう部分が負けん気の強い昔ながらの女優さんって感じがして、僕は嫌いじゃないんですけどね。聞いた話だと基本的に共演 NG なのは今田美桜、長野明、広瀬すず、それから意外なところだと年下の芦田愛菜の存在も浜辺さんにとってはあまり楽しくないらしい。本心はどうだか分かりませんけど、ひょっとすると自ら敵を作って女優婚に火をつけてくタイプなのかも。いずれにせよ目が離せない方であることは間違いありませんが、あまりわがままを言うとしっぺ返しを食らうかもしれません。調子に乗らないのが一番。後半は浜辺美波さん本人がベイチアンと呼んでほしいとかそんなことが書いてありました。かなり端折りましたが、分かったことはここで浜辺美波さんのことを発言していた映画関係者という人物はかなり上から目線で発言しているということです。調子に乗らないのが一番とか何様って感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。